左手デバイスが自作により誕生しました。 RP2040 の普及っぷりはやはり強いですね。 P1 つに K1 つという対応にしてみました。こんにちは、三峰鈴です。今日はダイヤル操作が快適な左手デバイスを作っていきます。 VTuber になってからというもの、無限に動画編集をする運命を背負っています。効率よく作業をしたい、いち早く動画を仕上げてお届けしたい、その願い作って解決しましょう。とはいえそのようなデバイスは結構売っています。安いものでは数千円からあり、数万円する多機能なものもあります。自分で作ることは確定しているのですが、とはいえせっかくなのでもっと便利にしてやりましょう。まずダイヤルは2つ搭載します。動画編集では細かいフレーム間移動や大雑把なスクロール、どちらもよく使うので複数あった方が便利です。またキーやサインを気軽に変更できるようにしましょう。使っていくうちにキーの割り当てちょっと違うんだよなみたいなことはありそうなので、すぐ書き換えられたらいいですね。今回はまず自作キーボードのファームウェアを紹介し、ハードウェアを組み立て、ハードウェアに合わせてファームウェアをカスタマイズし、動画編集作業での威力をお見せしましょう。このチャンネルではこのような、なければ作ろう、すでにあっても自分で作ろうの精神の工作やリズムゲームの動画や配信などをしています。ぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。それでは行ってみましょう。自作キーボードのファームウェアとしては QMK ファームウェアが有名です。そしてディアドを使うとキーアサインの書き換えも簡単です。しかし今回はバイアルという QMK 派生のものを使います。こちらは書き換えツールに自分のキーボード情報を登録してもらわなくても動くので、一品だけの制作には好適です。キーアサインはウェブブラウザでも書き換えできるのでどこでもすぐに使えますね。カスタマイズとしては通常の QMK 通りのものに加えてバイアル特有の JSON ファイルを記述します。ダイヤルはロータリーエンコーダーを2つ、キーはキースイッチを5つ接続します。マイコンは悩ましいところです。手元に大量にあるマイコンの山から今回はシードシャオ RP2040 を取り出しました。 RP2040 の普及っぷりはやはり強いですね。QMK もバイアルも対応しています。ケースは 3D プリンターで作りましょう。基板は用意せず、部品はケースに直接マウントして配線も直接引き回しています。回路としてはおおむね部品を直結するだけです。キー数が少ないのでキーマトリクスを組むのではなく P1 つに K1 つという対応にしてみました。回路に起こすとこうなります。こうするメリットは実はそんなにないのですが、配線のレジということで、ダイヤルは QMK から派生しているのでカスタマイズも基本的に QMK と同じです。ここで詳細を語るのは難しいので概要欄から補足記事を参照してください。ざっくり説明すると、ロータリーエンコーダー2つのピンとダイレクトピンズでキーの接続されているピンを宣言し、キーの物理レイアウトを定義し、暫定のキーアサインを定義して、あとはバイアル用の JSON ファイルを記述します。テンプレートをベースに作れるのでフルスクラッチでというわけではないです。このカスタマイズしたファームウェアを書き込めば左手マクロパッドの出来上がりです。ツールからキーアサインを変更してみましょうか。ウェブブラウザから開くとこのようにキーレイアウトが表示されます。画面下部のキーボードや機能の一覧から好みの機能を画面上部のキーレイアウトに配置していくだけです。なおバイアルの仕様でレイヤーは4つに対応します。それでは使ってみましょう。動画編集に使っているダヴィンチリゾルブのフレーム間移動に特化したキーアサインを考えました。タイムライン上をざっくり移動するには左側のダイヤルを回します。フレーム単位で移動するには右側のダイヤルを回します。目的の位置までひとっ飛びするのも、
音声データの先頭に細かくフォーカスを移動させるのも簡単です。キーにはシフト、コントロール、オルトを割り当てているので表示の拡大縮小も自由自在です。左手デバイス、想像以上に快適です。最近投稿した動画は2本とも大急ぎで動画編集をしていたのですが、高速編集を支えたのはこの左手デバイスに間違いありません。最強の左手デバイスが自作により誕生しました。入力デバイスは人によってベストな形が結構違うし、回路は簡単にもできるので電子工作のネタとしてはとても優れていると思っています。気軽に作ってすぐ実用になるのはとっても楽しいです。皆さんも自作デバイス、自作キーボードに挑戦してみてくださいね。最後に動画の高評価、チャンネル登録お願いします。質問やアイディアなどコメントも大歓迎です。では次回の動画でお会いしましょう。またね。